僕はですね高校時代に付き合ってた彼女がいたんですよ、うん、その当時、うん、それで木村のことを好きな女の子がいたんですよ、うん、木村全然振り向きもしなかったんですけどもそしたらなんかグループでディズニーランドに行こうかってことになったんですよで俺とちょっと待ってちょっと待って木村とお前どこまで喋んだよちょっと待ってお前喋りすぎだよ